住宅ローンアナリストもげさわことモゲテック翔さんです。本日はですね、なんとあの有名な住宅四天王エースさんとのコラボ、こちらのですね配信をしたいなと思っております。エースさんとはね時々やり取りをさせていただいてるんですけれども、住宅ローン金利がこの10月動いたっていうところでコラボしましょうっていう話になりましたんで、白熱の2時間ぐらいのライブだったんですけれども、それをねまとめたものをですねご用意しておりますので、ぜひ最後までごゆっくりご覧ください。隣にいらっしゃるのが住宅支店のエースさんです。よろしくお願いします。今日は10月で金利が動いたということで、はい、どうなるのかなと、はい、今住宅ローン組んでいいのか、どのぐらい借りていいのか、うん、どういうリスクが待っていて、どういう準備をすればいいのかっていうところで悩まれている方が多いと思いますので、僕はどっちかというとこの不安な気持ち代弁していろいろご質問させていただいて、ガンガン答えていただければというライブを、はい、最後までごゆっくり、はい、ぜひご覧いただければと思いますので、はい、早速なんですけども、10月の住宅ローン金利、はい、ついにちょっと変わりそうということでご説明の方お願いします、はい、結論ですね、10月の返納金利ですけれども、だいたい 0.15% どの銀行も上がっているという、はい、そういった状況ですね。基本的に日銀が政策金利っていうのを決めていて、そこにこう連動するような形で変動金利も動くんですよね。銀行のビジネスモデルっていうのが、預金お金を集めてきて、その調達コストに銀行の儲けを乗っけて変動金利を貸し出すっていう、右から左へのビジネスモデルをやってるんで、はい、調達コストが上がると貸し出しコストも上がっちゃいますよと。なるほど、商売と一緒ですよね。そういうことですね。そう、 0.15 上がったということは、今借りてる方はどうなるのか、そしてこれから借りる方はどうなっていくのかっていう、借りた後の人と借りる前の人でのちょっと対応で違うんですか。そうなんですよ。だから変動金利のややこしいところって、借りる前の人と今返済中の人っていうところが、金利の上がり方っていうか、それがちょっと違ってくるんです。そうですよね。今返済中の人はほとんどどの銀行も 0.15% 上がりますと。地銀メガバンク関係なく、関係なく、ネット銀行も正確に言うと 0.25% 上がるところとかもあるんですけれども、大体も目安として 0.15% 上がると思ってくださいと。理由はなぜかというと、基準金利というものが上がるからなんですよね。基準金利って、要はその住宅ローンの定価みたいなもんだと思っていただければなと思うんですよ。住宅ローンの定価、基準金利からディスカウントですね、これを適用した残りが実際皆さんが払う適用金利、変動金利となりますと。例えば今までずっと基準金利 2.475% というのが多くの銀行一般的だったんですよ、はい、一般でしたね。そこから 2% の割引ディスカウントもらえてたとすると、はい、実際に払うのが 0.475% というふうになりますと。この割引のところですね、引き下げ幅っていうんですけども、ここは一度審査時に決定すると35年間完済するまでずっと一定なんですよ。 S さんは信用力があるから 2% のディスカウント割引上げますって言ったら、完済するまでずっと 2% もらえるんですよ。なのでこれが何を意味するかっていうと、一度変動金利を借りた後は自分の適用金利が上がるのか下がるのか、これは基準金利次第ということなんですよ。話戻しますよ。その基準金利が今回 0.15% どの銀行も上がりましたって話なんですよ。なので、そういうことですね、今借りてる人っていうのが 0.15% 上がりますっていう。なるほど。ここ一方、今から変動金利を借りますよっていう方、基本これも 0.15% 皆さんの金利上がるんですけれども、一部のメガバンクさんとかネット銀行さんもそうなんですけれども、適用金利を据え置いてるという状態なんですよ。9月を変えないっていう状況なんですよ。これどういうことかというと、基準金利は上げてるんだけれども、その分引き下げ幅、割引率、これを基準金利引き上げた分より多く取ってるんですよ。なので仕上がりの適用金利、これは変わりませんというふうにしている銀行っていうのがあるんですね。そういうふうにしてるのは三菱さんぐらいかな。あとはですね、みずほさんとか SBI 新生銀行さんもね、キャンペーンが始まる前の金利に戻してるっていうところで言うと、そっから引き上げてないっていう観点で言うとですね、以前とは同じ金利水準にしてるっていう形なんですね。まとめますと、住宅ローンですね、返済をしている方っていうのは 0.15% 上がってますし、これから借りる方っていうのも大体 0.15% 上がってるんですけども、9月と横ばい、据え置いてる銀行も一部あるっていうのが10月の変動金利の状況っていうところとなります。住宅ローンをどの銀行にしようか迷ってるあなた、住宅ローン一括比較はモゲチェック。全国のネット銀行、メガバンク、地方銀行からお得な住宅ローンを選べます。なんとモゲチェック限定優遇金利まであるんです。詳しくは概要欄をチェック。僕の方で聞いたとあるんですけど、こっち、石破総裁により金利上昇傾向になる、これですね、住宅ローンガチ勢からすると、おい、この金利どんどん移行付けなのか、あくまでもそれは日銀の総裁の意向に沿うのか、うん、どっちなんですか。結論、後者です。高い金利にするっていうところに、なんか強いこだわりがあるとか、うん、信念があるかっていうと、そうじゃない。テレビで石破さんがね、金融緩和基調っていうところは続けますという話を彼言ってたんですよね。実際の経済っていうところを見て、経済がうまくなるようにする、株価っていうところを結構
意識した発言をしてきてるなっていう、そういった印象です。だから実際日本がですね2024年から新ニーサを始めたわけですよ。株価が下落したら皆さん怒るじゃないですか。政府も貯蓄から投資へって言ってやってるのに、株価下げるような政策取るなやって感じじゃないですか。怒るじゃないですか皆さん。だから1月4日に日経平均始まりましたけども、あの新ニーサで、それが3万3000円ぐらいだったんですよ。例えば1年後ですよね、来年の1月に株価割ってるとかなると、それこそ偉くなるわけなんですよ。なるほど。1年を振り返ってって感じでメディアとかもいろいろ報道あると思うんですよ。新ニーサどうだったっていう、その時に株価が割ってるとかなると内閣の支持率も下がっちゃうみたいな、だからそれを恐れてるはずなんですよ。なるほど。となると金利を引き上げるって基本的に株価に対しては冷や水を浴びせるって形になるので、はい、そこは取れないんですよ。だからね、逆を言うとね、皆さんがねもっとね株式投資どんどんやればね、それがこう人質っぽくなってくるわけですよ。あ、そういうことですね。そう、どん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 無視できなくなっちゃう。多分皆さん全員思ってるのが、なんで今の日本経済って金利上げようとしてんのという、春闘がいろいろありましたけども、自分の賃金そんな増えてないと、あまり経済良くなってる感じがしないと、でも金利だけ上がっていくじゃないですかっていう、これは止められない。おっしゃる通り、ここで感じてる人ってまちまちだと思います、はい、賃金上がってない人もいらっしゃいますと、はいはい、ただ一方で賃金上がってる方もいらっしゃるんですよ。日本をお調べてみると賃金っていうのはやっぱり上がりつつあるんですよ。物価も上がってるんですよ。だから賃金上昇を起点としたパッと見はですね回ってるような形なんですよ、徐々に。なので金利っていうところはちょっとずつ引き上げていきますと。なるほど。石破総裁になりまして、今後どのペースで上がっていきそうかっていうのちょっと思うんですけど、日銀も金利を引き上げることを目的に金利を引き上げてるわけじゃないんですよ。経済の状態が良くなってるっていうところを観測した後に金利を引き上げるっていう形なんですよね。例えば日本経済が重病の患者さんだとしますと、なので ICU 集中治療室に入れますっていう話なんですよね。これがいわゆる低金利政策、マイナス金利とかゼロ金利だと思ってください。患者さんの容態が良くなってきたので集中治療室から一般病棟に移します。これが今の緩やかな利上げだと思ってください。だからお医者さん、この場合は日銀ですよね、はい、っていうところも別に一般病棟を移すことを目的にしてるわけじゃないんですよ。患者さんの容態っていうのが良くなってるっていうことを確認して、それに応じた治療に変えていくっていう話なんですよ、はい、YouTube とかね X とかね、不安を煽るような発言をされる方って多くいらっしゃると思うんですよ。それと反対意見の人、そういったところもちゃんと見た上で判断していただくっていうのもいいかなと思うんですよ。かつもう一つは、なぜそうなるのかっていうところのロジックですよね。そこの裏付けっていうのがどれくらいちゃんとしてるかっていうところもしっかりと見てください。取捨選択するっていうところはしっかりとやっていただくといいかなと思います。かしこまりました、はい、次いきますか、うん、そうなんですよ。もう固定だと、結論から言います。私はあの固定よりも変動金利がいいと思ってるんですよ。でも別にね、これって価値観だと思うんで、固定金利がいいって言うんだったら別にそれは否定しません。私の意見を踏み絵にしていただければと思うんですよ。いいなと思うんであれば、あなたは変動金利派ですし、ちょっと違うなってなれば固定金利派なんですよね。だからそういう感じで私の情報を使っていただければと思いますっていうところが、皆さんにお伝えしたいなと思いますと。今の固定金利大体何パーセントぐらいですか。フラットだと 1.82 か、今月。今変動だといくらぐらいですか。 0.45 ですね。 1.8 をもう超えていくぐらい、うん、上がってってパーティーモード突入したら生活破綻しちゃうんじゃないですかと、はい、その辺ってどうなんですかと。パーティーモードにはならないですよ金利パーティーモードには入らないですか。固定金利 1.82 というふうにお伝えしましたと。変動金利は 0.45 じゃないですか、はい、この差が約 1.4% の金利差があるんですよ、はい、これがひっくり返るような日銀の利上げあと何回必要かってことですよね。そうですね。まずちょうど今は政策金利が 0.15% 上がって8月から 0.25 になったんですよ。これがいくらまで上がる必要あるかっていうと、答えは 1.75 です。つまり今の0.25 という政策金利低い状態から 1.75 まで 1.5% 分上がらないとダメなんですよ。日銀の利上げっていうのは基本的に1回が 0.25% です。だから 1.5% 上がる必要があるとなると 1.5 割る 0.25 だからあと6回の利上げで固定と変動がひっくり返ります。この9月の日銀の会合で利上げっていうのをこう見送りましたけれども、立て続けにトン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 上がっていくかってそうじゃないんですよ。で実際今回石破さんもね、緩和的な環境を続けるっていう風に発言してますので、日銀もですねガンガン上げていくかってそうじゃないと。加えてこの9月20日の日銀の金融政策決定会合、そこで日銀の総裁副総裁委員合わせて9名の方の主な意見議事録っていうのが出たんですよ。そこの中で2025年の末にかけて 1% 程度の政策金利の上昇を前提として考えるべきなんじゃないかっていう、そういった発言がありましたと。日銀が考えてるのは基本的に 1% とかそれぐらいなんですよ。変動と固定がひっくり返ることは私はないと思ってますと。もちろんね、この政策金利がいくらまで上がるかっていうのは相当当てるの難しいです。仮に外れましたと、はい、言った時にどれくらいいくかっていうと、言ったとしてもその倍の 2% だと思ってるんですよ。実際ですね、日銀も去年の秋ぐらいにどれぐらいまで金利って上げるかみたいな調査チームみたいに作って分析させたことあるんですよ、はい、それがね 1% からね 2.5% っていうそういう間だったんですよ。そこの上限値近いところが 2% なんで、私は外したとしても 2% ぐらいまでじゃないかなと思ってますっていう。これから借りる方はそこまで上がることを想定して月々のローンを考えてもらう。そう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 なんですよ。だから変動金利なんでおっしゃる通りで、はい、金利が上がるリスクっていうのはもちろんありますと、はい、で
それが別にね35年続くわけではないとも思ってるんですよ。上がっていっぱなしの状態ってこれ何かっていうと、日本経済が35年間好調っていう状態ですよ。そうでもそれでありえなくて、やっぱり景気っていいとこもありますよ、もちろん、はい、でも悪いときもあるんです。悪くなったら金利はまた下げるんですよ。なるほど、そういうことですよね。そうだから、そういった意味で言うと、もし 1% とか 2% とかであったとしても、それが35年間続くかってそうじゃなくて、また下がる時期もある。だからそういったところを見据えて変動金利っていうのはそこまで悲観的とか恐怖を抱く必要はないんじゃないかなと思ってるんだけれども、一時的に 1% とかもしくは 2% ぐらい上がる可能性があるので、はい、そこでも耐えられるような借り入れ額設計しておくっていうのは大切なんじゃないかなと思います。そういうことですね。最近住宅のトレンドとしましては、資材高騰で上がりすぎたでしょっていうことで、各メーカーの新商品の動向としては、今まで間取りの自由度がすごい高くてそれが良いでしょって話だったんですけども、悪く言うとタイパ悪いよね。一発目からめっちゃかっこいい図面にできるかどうか不安ですよ、うん、分かりやすくおしゃれな使いやすい間取りちょうだいっていうニーズが増えたんで、比較住宅といって間取りがもう決まってるよと、そこから選択すれば注文住宅ではちょっと金額安いですよっていうものも今年バッと出たので、全体の予算落としがあります。空き家も放置するのが厳しくなってきたんで、ちょっとガラス割れてるぐらいでも是正勧告出やすくなったんで、うん、土地が出やすいんですよ。土地が出やすく今年はなってるので、ローンの含むことも含めて僕は早い方がいいかなっていう。来年借りるのと今年借りるのどっちにしてて、そういう意味で言うと今でいいんじゃないかなと思いますけどもね。その値引き幅が大きいから。そうですね、多分ですけども、値引き幅が今以上に大きくなるかっていうと多分、ね、そうならないと思うんですよ。基準金利から引き下げ幅を引くことによって適用金利が決まると。なので引き下げ幅、値引き幅をどんどん大きくした場合ですよ、仮に今後不景気になりましたと、日銀が政策金利下げますといった時に、この基準金利低下も下げるんですよ。なるほど。そうなると極端だし、住宅の金利がマイナスゼロ金利になっちゃうんですよ。これは銀行としてもリスクだと思うんで、これ以上でディスカウントは、ね、大きくならないと思います。なるほど。今が底値ぐらいだと思って借りてしまって、さらに年齢若い方が金利交渉とかもしやすいし、そういうことはありますもんね。そうです。あともう一つ、早く買った方がいいっていうところが、家賃がもったいないと思ってるんですよね。障害賃金ってあるじゃないですか、はい、その中で居住費例えば4分の1使いますといった場合、そこを家賃と住宅ローンでいかにこう分け分けして捻出するかっていう問題なんですよ。だから家賃の期間が長ければ長くなるほど、その後住宅ローンがゴンと支払いが発生するので、はい、居住費が予算から収まらなくなって、はい、その分生活費、教育費、老後費を削らないといけないって形になっちゃうんです。そういった意味でも早く買った方がいいかなと私は思っています。なるほど、はい、多分これを言うと一部の方からは、遅くした方が家が新しくなるというか、その分将来のメンテナンス費用が抑えられるからお得なんじゃないかって結局いただくんですよ。部材によって耐用年数全然違うから、そう思われるんであれば早い段階でメンテナンスかからないものを選択した方がいいんじゃないですかっていうふうに説明しているという。あとその部材もインフレによってどんどん上がっていきますよ。そうなんです。家賃だって例えば1ヶ月15万円かかりますと、そしたら1年間待ってるだけ180万円もコストが増えちゃうわけじゃないですか。3年待ったら540万円じゃないですか。それもったいなくないですかっていう。その540万円は住宅ローンの返済にして資産に変えていった方がいいじゃないですか。今、うん、そういうことだと僕は思います。遅らせると結構リスク大きいなってやっぱあるんで、うん、メンテナンスなるべくかかりにくいものを早くが僕はおすすめかと。はい、ありがとうございます。皆さんいかがでしたでしょうか。お互いでもうテンション高くて盛り上がりまくりっていう感じだったんですけれども、こんな感じでね、またコラボというのをやってみたいなと思っておりますので、ぜひ皆さん楽しみにしていただければと。あとボゲチェック限定優遇金利 0.29% ですね、こちらも10月末までのお申し込みとなっておりますので、ご利用される方はお早めにお申し込みいただくといいかなと思います。本日の動画いかがでしたか。ぜひボゲチェックの住宅ローン比較診断サービス試してみてください。このように情報を入力すればお得な銀行の金利条件と有承認確率を確認できます。メッセージ相談もできます。これ全部無料なんです。そしてなんとボゲチェック限定の優遇金利も、これは申し込まないと損です。リンクと解説動画は概要欄をどうぞ。それではまたお会いしましょう。もげもげー。